ざーす。おい、今日はね、ちょっと、はい、こっちがね、あ、テンパってるんで、うん、ちょっと速攻でね、ええ、この前ね、これすごい良かったんで、こう取り来て、あ、あの、そうですね。YouTube で、うん、ここにあるもの。すごいね、私がね、逃げてるようなね、あの、遠近法、すごい遠近法。これを、この空腹が出ることによって、この後の仕事に多分めっちゃいい感じでつながると思うんで。もうね、でもちょっとね、あれ、ね、我々ね、ちょっと前置きが長い癖っていうのが、それがね、それが課題なんだよ、ね。ええ、課題ですよ、確かに。今回はね、ちょっと時間限られてる。あ、そうですね、そうですね、すみません。そうするとね、まあ、これもちょっといいよね、この。今日のこの朝弁も時間限られてるし、この後も時間限られてる。ああ、そうです。その前がどうコンパクトに。うん。こう、まあ、コンパクトに。スモールパッケージホールとかです。そういうのです、多分。まあ、そういうの。でも今技出ましたね、新しい。スモールパッケージホールドってあれ、アメリカのプロレスだと違う言い方するでしょ。あの、回るやつですか。なんだっけ、なんかすごい簡単に言う、あ、じゃ回るやつじゃなくて、あの、なんか返し技みたいにすぐあのホールするやつじゃない、なんか、はい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 、こうくるって回すやつ、うんうん、あれ確かアメリカンプロレスだとね違う名前だったんです、スモールパッケージ、うん、なんだ、なんか ゲージとかもうなんかすげえ短いねボックスみたいな、カウンター技ですからね、カウンター技なんですけど、ええ、まあね、そういう感じで、ええ、よしやってますで、うん、この前何の話をしたか覚えてるかないのか、小学生でも分かる変わらない理由の話ですか。でそれで何か、うん、何て言いました私。握りしめです。握りしめ。ええ。ジャンクマン。ええ。握りしめなんですけど。ええ。今日はそのちょっとテーマを考えててもらえたわけですよ。私ちょっと、ね、お忙しなんで。はいはいはい。何を握りしめているのか、何を握りしめていたのかみたいな、そこが分からないとですね、うん、あの一瞬で変わるとか変わらないとかね、うん、この前にやりましたけども、うん、なんか口で言っただけみたいな、うんうんうん、で、たまに出てくるホメオちゃんっていうのがいるんですよ。あ、ホメオちゃん。ホメオちゃんって、うん、ホメオちゃんって何ですか。ホメオサシスですね。何をするやつ。あの自分が心地いいところにいたいっていう。そうなんです。だからここにいてシューッて行ったけどまた戻ってきちゃうというか。もっともうまあ変わらないってなってるけど、あれなんか3日経ってるとまた元の位置。形状記憶合金。ええ。コナカという。で、それをちゃんとね、ちょっと分析しておいてもらって。うん、何を自分は握りしめているのか、握りしめていたのか、で、うん、もしそれを手放せたのだとしたら、今どういうものを握りしめているのかとか、お手ぶら状態なのかとか、あとこれを握りしめちゃって手放せないのなんだろう。これね、うん、実はね、この前のジャンクマンの話からするとですね、握りしめてることすら気づいてないんですよ。この前もちょっと、うん、そう言ってましたよね。だから予測するしかないんです。うん。それを予測してください。だからいっぱい上げてほしいんです。はい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 。で、その中にね、不正解もあるし、正解もあるんだけど、うん、大体その急所外しというのを止められるし、ああ、急所外し、はい。大体外すので、うん、初め10個書いてみるでしょ。うん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 。握りしめてるものほぼないんだよ。なるほど、そこじゃないと。あのね、まずかけるものって、うん、握りしめてないんですよ。ああ、薄いってことですか。濃度が薄い。というかもうすでにこうこの前のハイネケンとかのやりましたけど、うん、あの別に置いてまた取って置いて、ああ、出し入れできたですね。握りしめてるものっていうのは、もうずっと握りしめてるんで。根底にある。メガネは顔の一部ですみたいな。だからもうメガネが取り外せると思ってないみたいなものなんですよ、うんうん、皮膚みたいなものなんですよ、うん、
そのくらい自分だと思い込んでるもん。なるほど。わかります。空腹の中ではあるんですか。空腹の中だっていっぱいあります。いっぱいあるんですか。空腹の中だっていっぱいあります。それにちょっとしか気づけてないです。でもいっぱいあるってまず気づいてるのすごいですよね。いっぱいあるって思い込んでる。のまずこれが少ないとかないと思った時点で終わるでしょ。まあ確かにそうです。もう何もない。まずいっぱいあるっていうことはちょっとやったぐらいで全部分かったと思ってるんじゃない。勘違いするなと。もうそれが勘違いなんですよ。お前は人間だぞ。私はちょっと羊というか、ね、そこも疑ってポリエチレン。ここまで達しました。最近ポリエチレンになっちゃってるじゃないですか、もはや。そこら辺は疑ってる。ええ、ポリエチレンですらないかもしれない。うん、だから、その握りしめてるものを書いてですね、うん、やってもらいたいのは、うんうん、これではない。これは余裕で書けてるから違うな。ああ、なるほど。でね、そこで大事なものがあるんですよ、一番。うん。てか全くないものを書いても違うわけですけど、うん、まあ、それもありですけどね。うん、いいヒントになるものがあるわけですよ、これ。うん。それは何でしょうか。なんだ。ここなんですよポイントは。これなんですか。それは他人が何か言ってくることです。あ、だからね、これはね、私の知り合いの都市伝説おじさん都市伝説おじさんがよく言うんです。自分がこれ前もやったと思うんだけど、うんうんうん、自分が知ってて相手も知ってる状態、うんうん、自分は知ってて相手が知らない自分、うん、相手は知ってるけど自分が知らない自分、うん、でこの相手は知ってるけど自分が知らない自分、うん、これが大体握りしめてるところに関連するんだ。だから話を聞かないみたいな部分っていうのは、うん、自分はそう思ってないから聞かないわけでしょ。例えば自分が片付けができないなって思っていて片付けの話したら、まあそれはうぜって思うかもしれないけど、まあうん、まあそうだよねって。だけどもっと聞かないところがあるんですよ。なんか、うん、シミはなんかはしゃいじゃいけないところにはしゃぐよってこと言われてるんじゃないですか、私が。でもそう思ってないと、もうふんみたいな、うん、チェックみたいな。もう何も反省すらしないんです。うん、うん、まあ私はそうは思ってないけど、うん、なんかこの人がそう言うんだったらちょっとそういう時もあるのかな。それ聞きすぎちゃうと本当ははしゃいだ方がいい時にはしゃがなくなっちゃった。もうはしゃいじゃいけない時にもはしゃいるからそれ言われてるわけで。そういえば田中さんのおじいちゃんが死んだお葬式の時はしゃいじゃったなやばいやつじゃないですか。その時は確かにやばいけど止まらなかったなみたいな、ええ、みたいな感じで、だどうその場合私はどうしてもはしゃがないとなんかいけない握りしめになるわけです。なるほど。もう何があってもはしゃいでる。ええ。でもなんかこのパーリーナイト時にこう死因みたいな、田中さんのおじいちゃん死んじゃったみたいな。なんで新たに来ちゃったって話になるわけ。そんなになんか嫌なことだったら今日はパーリーナイト来なければいいじゃん。やばい、2分になりました。まあでもね、今ちょっといい話をしてる、うん、だそういうことなんですよ。これ深いです。自分が知らないところを知るってやつです、もはや。ちょっと不快だっていうところすら、うん、スルーしてしまうようなところが握りしめある。握りしめある。そこに握りしめありなんですよ。握りしめはじゃあ救助外しと近いです。救助です。ああ、だから握りしめと向き合わないのが急所外し。うん。そういうことです。急所こそ握りしめの。うんうんうん。
急所に行かないようにブロックとか守ったりとかかわしたりとか、そういう無視したりスルーしたりとか、うん、がもう全部握りしめと関係してるんです。だから人は変わらないわけです、うん、でそこを変えないで、なんかこの前もちょっと出ましたけど、自己啓発がどうだのなんだとかやってから何も変わらないんです、うん、握りしめたままだから、うん、着せ替え人形が洋服着てんのに洋服脱がさないで、着せ替え変身できないんですよ。人間ってそれなの。パツパツになっちゃいますからね。パツンパツンも着れなくなっちゃうし、なんだかよくわかんない感じなんですよね、これ。だこれをちょっと今日は考えておいていただきたい。了解です。いい。何個あります？から質問とかなんか。でも、こう、自分が知らないで相手が知ってるっていうことは、でも自分のフィルターで相手の言葉をこう、なんていうんですか、受けてるっていうのもあるじゃないですか。うんうん。なんか、ひょんって言われたのを覚えてるか覚えてないかってことですよね。バシッと来られたみたいな。うん、そうそう。だから結局、スルーしちゃってるんですよ。うん、そうですよね。もう握りしめたし、急所外してるから。うん。それをどれだけ、このなんかギリギリの受信ができるかと。網に引っ掛けられるか、うん、だからはっきりは覚えちゃいないし、うん、なんかあの人こんなこと言ってんなみたいな、うん、だから全然自分はそうだと思ってないんです、うん、なんかこんなこと言ってたなみたいな、うん、それなんか疑わしくね、握りしめ関係あるんじゃないみたいな、うん、ことっすね。でね、自分が分かってる右締めのなんかことを言ってもね、多分ね、ちょっとね、なんか反省してる人風みたいになるだけなんですよ。それはね、あんま意味ない。風味ですね、風味。風味は意味ないから。ということで、ちょっと今日はこれをちょっとね、ワークのテーマにしてやっておこう。了解です。では、ちょっと時間来たんで、今度は、今日は。木曜日。お会いします。こんな感じで。失礼します。でした。